皆さんこんにちは。大年スは聖堂がいる西東京を中心に話が進行していますが、大年スアクト2258はすでに東東京大会で4強を決めていた帝東と仁王学舎に加え、新たに春日一高、鵜久森の2校が準決勝へ駒を進め、東東京大会準決勝の対戦カードが決定。1試合目帝東対春日一高、2試合目鵜久森対仁王学舎。そこで今回の動画、東東京大会準決勝、帝東対春日一高、鵜久森対仁王学舎、この2試合の勝敗予想をしていこうと思います。なお今回の動画はアクト2258までの情報をもとに作成しています。それでは本編最後までご覧ください。まず準決勝2試合の勝敗予想をしていく前に、帝東高校、春日一高、鵜久森、仁王学舎、この4校はどんなチームなのか、帝東から順に紹介していきます。帝東は第2エースでは初めて迎える秋編から登場。ピッチャー向井、キャッチャー乾、鉄壁の守備、現在東東京の覇権を握っている帝東といえばこんなイメージがあります。夏大前直近の大会成績を見ていくと、春大は帝東向井、稲瀬成宮、両チームのエースが好投。試合中盤まで投手戦となっていましたが、6回の表に稲瀬が先制、7回表にも追加点。帝東はその後反撃をするも4番乾のソロホームランのみ。結果帝東は1対3で稲瀬に敗戦。しかし春大4強、東東京の中では一番良い成績を残したので今大会 A シード確定。準々決勝では聖堂も対戦したことのある東大一高と対戦。この試合は13対1で帝東が大差をつけ勝利、準決勝へ駒を進めています。ちなみにこの試合で帝東キャプテン乾の弟が確認されています。春日一高は来年では2回目を迎える春編から登場。初登場した春編ではスライダーフォーク、秋田まで2番手だったピッチャーが春大ではエースピッチャーに。攻撃面では足の速い左バッターが多く、内野安打が多い傾向、機動力が自慢の高校と紹介されていました。夏祭前直近の大会成績を見ていくと、春大は現在西東京大会で決勝へ駒を進めた聖堂対戦。この試合は聖堂沢村が2年生になってから初めて先発ピッチャーとして好投。5回を投げ被安打3本、四死球2個、奪三振7個、無失点。打線の方も聖堂1年生正志が公式戦初ホームランという活躍。結果春日一高は聖堂に敗戦しましたが、春大発強。西東京や東東京では春大で良い成績を残すと夏祭のシード権を獲得することができます。先ほど紹介した帝東は春大4強、他に春大で発表を決めていたのがこの後紹介していく鵜久森、仁王学舎。つまり今大会春日一高はシード校、準々決勝の対戦相手不明でしたが、シード校として順調に勝ち上がり今大会4強。鵜久森は帝東同様、来年スでは初めて迎える秋編から登場。鵜久森といえば梅宮誠一、相手はエースとして140キロ台のまっすぐ、変化球の方はスローカーブ、2年秋田で稲瀬戦を鎮圧したパワーカーブ、打っては4番として試合を決める一発。もしダイネースが東東京中心の作品なら梅宮が主人公になっていてもおかしくないぐらいの濃いキャラとなっています。また鵜久森といえばもう一人選手ではない注目キャラ、記録員松原直。松原は中学2年の時交通事故の影響で高校では選手として甲子園には行けない体となってしまった。しかし松原は選手ではなくマネージャーとして高校では甲子園を目指す。この発言の影響で現在4強まで駒を進めている鵜久森ナインが集結。当時野球から手を引いていた梅宮も野球再開。松原という人間がいなかったら現在4強まで駒を進めている鵜久森はいない。もし松原が中学2年生の時怪我をしていなかったら現在の鵜久森はどうなっていたのか少し考えていきます。ちなみにこの企画をするにあたって条件を設定しました。松原も現在の鵜久森ナインと一緒にプレイヤーとして鵜久森高校に進学。松原はリトルリーグ時代同級生である梅宮からセンス、リーダーシップ、将来を有望されるほどのすごい選手だったと言われていた。また松原は作中で鵜久森の選手のモチベーションを上げるのがうまく、一人一人にアドバイスを送りやる気にさせているシーンが良かった。打撃と守備は未知数ですが、梅宮よりセンスがあるということからピッチャーやショートあたりで試合に出場、キャプテンとしてチームを引っ張っていた選手と予想。少し話はそれましたが、鵜久森の夏祭前直近の大会成績を見ていくと、春大4回戦で戦線学園を倒し準々決勝では帝東と対戦。この試合は鵜久森、梅宮、帝東を迎え、両エースの好投もあり速いペースで試合が進行。鵜久森は3回の失点以降反撃を見せるも向井の前に鎮圧。結果0対3で鵜久森は帝東に完封負け。しかしこの試合は準々決勝ということもあり、鵜久森は春大発強。つまり今大会鵜久森はシード校、準々決勝の対戦相手は不明でしたがシード校として順調に勝ち上がり今大会4強。仁王学舎は春日一高同様、第2エースは2回目を迎える春編から登場。仁王学舎といえばエース大黒、
ピッチャーとしてはみゆきなどがいた東京選抜に選ばれるほどの実力。試合では聖堂沢村のように輪行主体で強気なピッチングを披露。夏祭前直近の大会成績を見ていくと、春隊は西東京4強まで駒を進めた参考対戦。この試合入学者は0対2で敗戦しましたが、試合中盤まで入学者エース大黒が好投、最後まで投げていた場合8回に失点。日本学者も春隊発狂ということは今大会はシード校。しかし春隊で日本学者を倒した三高は春隊準優勝。今大会シード権を持っている帝東高校、春日一高、鵜久森。帝東は稲泉に敗戦したということで1番目に良い成績。春日一高は準々決勝で聖堂に敗戦したということで4番目に良い成績。鵜久森は準々決勝で帝東に敗戦したということで3番目に良い成績。つまり日本学者は東東京の中では2番目に良い成績。帝東対抗の D シード確定。準々決勝では大谷高校対戦。この試合は先ほど紹介した帝東大法大一高戦とは違い接戦。高校の日本学者が9回に逆転、結果4対3で日本学者が大谷に勝利し準決勝へ駒を進めています。続いて本日のメイン、東東京大会準決勝、帝東対春日一高、鵜久森対日本学者、この2試合の勝敗予想していきます。この試合は帝東が準々決勝同様大差をつけて勝利すると予想。春日一高の選手の春から夏にかけての成長にもよりますが、帝東は決勝を見据えて向井の先発回避、向井ではない違うピッチャーが先発。攻撃面は帝東4番キャッチャー乾を筆頭に爆発。個人的には準々決勝で名前のみ登場した乾の弟の最新情報を期待。兄健吾の弟ということで期待したため、一体どんな特徴を持った選手なのか、弟もキャッチャー、それともピッチャー内野手外野手、ピッチャーだった場合はこの準決勝で兄弟バッテリーを期待。この試合は帝東対春日一高戦よりも接戦と予想。鵜久森梅宮、二葉学者大黒、同じ本格ファワンである両エースは東京選抜以来の投球シーンであるため、どんなピッチングをしてくるのか楽しみ。春隊の時、鵜久森はイカツ1年生らがベンチ入りしていた。このイカツ1年生らの成長にもよりますが、鵜久森は攻撃面でパワーアップしている可能性あり。二葉学者は第2エース初登場から現在に至るまで攻撃面についての情報なし。春隊8強、夏祭4強。第2エースに登場してからは2大会連続で良い成績を残しているので、1人ぐらいは東東京を代表するような選手がいても良いと思う。今大会 C シードで東東京ナンバー3鵜久森、今大会 D シードで東東京ナンバー2仁王学者。今後の盛り上がりのことも考えると、鵜久森が勝った方が決勝へ駒を進むことが濃厚な帝東と春隊のリベンジマッチができる。決勝戦帝東対鵜久森、もしこの対戦カードが実現した場合、ダイジェストではなく1話から3話にかけて紹介してほしい。この決勝では春対帝東対鵜久森の回想を挟んだり、鵜久森は帝東を倒すため春から夏にかけて何をしてきたのか。春対では向井のインコース攻めに戦していたので、インコースサイズが増すと。メミは2年秋のナイス戦試合終盤で解禁したパワーカーブ、このパワーカーブの影響でナイスは秋対2回戦敗退。こういった感じでこの決勝戦でも梅宮は試合終盤で新球種解禁、帝東バッターの反撃を封じ鵜久森が勝利、松原を胴上げし東東京編完結。一体この試合もどんな試合になるのか。以上、今回は東東京大会準決勝、帝東高校対春日一高、鵜久森対日本学者、この2試合の勝敗予想していきました。ちなみに沢様は東東京大会準決勝、帝東対春日一高、鵜久森対日本学者、この2試合はどんな試合となり、どっちのチームが勝利すると思いますか。1. 勝利する高校名、 2. 選んだ理由、思いついたらぜひコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやってますので、フォローの方お待ちしております。